この M4A1 にライトをつけようと思って、こういう感じのライトを、まあここでもよかったんだけど、ここにだったらつけられるかなと思って、こういう感じね。こういうので、そう、ここをこうやって持つとすれば、こうかこのぐらいだったらここにならつけられるっていうことで、でまず考えて、とこっち側が前で、ここの穴を使って部品をなんかネジとかで止めればつけられるだろうって考えて、今日ホームセンターで買ってきて、まずこのプレート、まあ色は何色でもよかったんだけど、サイズとしてはこれくらい、まあ97ミリ8ミリくらいで、穴がだいたい、あそうだ、こんな感じ、あ内側が 3.5 ミリで外側が5ミリということで、98か180円とか130円ぐらいで買ってきて、でまあこれ、この黒いのを外側のここにこうつけて、内側のこの内側にこれをまあ切って、でこのネジで、このネジで、ネジとワッシャーとナットでまあ止めて、これはまあ必要なサイズにこうカットして、で外側にこう来るわけで、そしたらこの隙間をちょっと作って、多分これを挟んで、であとはこのマジックテープ、このマジックテープで、まあこの隙間、この隙間とこの隙間にこうやって、まああとは分かる通りこういう感じでライトを止めようっていうシンプルな作りです。でまあ今からその作業をしようと思ってます。じゃあこの部品は全部マルチホビーっていうゲーム、DIY センター、ホビーセンターで買って、なぜか見事888円だった。はい、そういうことで全部で888円でした。とりあえず形だけはできました。組んでみて、でこんな感じで、このこれが黒いさっきの金属板で、この間に回転するサンダーで切ったあの銀色のプレートを入れて、その隙間とこのプラスチックの間にこのマジックテープを入れました。この穴のこの止めてある両側にこの銀色の板を入れてます。だから4枚使ってます。あ違う、6枚だ。それぞれ表と裏に止めてあって、でここにはワッシャーとナットを止めてて、でここにはちょっとこのバッテリーが入るスペースだから、これも伸びてるやつは後で切らなきゃいけないけど、とりあえずまあ形だけどんな感じになるかなということで作ってみました。でライトをつなげるとこんな感じになります。まあこれは普段は普通に持ってるライトとして使ってるからストラップとかついてるけど、ちなみにこれレッドレンザーの T7、T7 という機種で、まあ、最近買ったライトで、まあこの銃につけるために買ったわけじゃないけど、結構明るくていい
なみに、まあ全然見えないけど、こんな感じで。ちなみにフォーカスもできて、こんな感じ、まあ様になってると思います。でまあここにゴムの板を、ゴムのこれを貼ってることで、まあとりあえずグラ付きはそんなにない。縦方向のグラ付きはもうほとんどないけど、まあこのライトが大きいせいもあって、このこういう方向には多少は行くけど、まあ、縦はほとんどないんで、あとこれをフォーカスだね、やっぱりこうぶつかったりすると弱いかな。まあでもそんなに強くぶつかんないければいいと思うし、あとこの多分固定する方法をもうちょっと変えればより硬くなると思うし、ここの間になんかこういう風に曲がった台をつけたりするともっと安定すると思う。でスイッチが後ろ側にあるから、まあスイッチだけで押すとちょっとずれちゃうかもしれないから、まあ押さえながらやるとか工夫してもらえれば。これもマジックテープだから、マジックテープだし、この本体もザラザラがそんなに強くないから結構ずれやすいと思うけど、前から見ると、あ、こんな感じで、かっこいいね、なんてね